カラドドラスレコーディング業者の代表高野教授です。今日これからですねオンラインセミナーを受けるために準備をしてました。こんな感じになってます。はい、こんな感じ。はい、パソコンをセットしてですね、ここに姫トレをこれから受けるので準備をして資料を置いてこんな感じセットして、椅子がいるんでね、でもこんな感じ鏡があるんで、分かりやすいんですよ。はい、こんな感じ広いスペースを作っておきながら飲み物も準備ですね。さあ始まります。私ほんとこういう勉強するのドキドキすると同時にすごくワクワクしていきます。この年になっても勉強できるっていいですよね。はい、というわけで頑張っていきたいと思います。でこれでしっかりと勉強して、皆さんに、ね、還元できるようにと思ってます。姫トレに関して言うとですね、この姫トレはなんていうんですかね、何年も前なんですけど、そのこれを作った方の一人の方にちょっと教えてもらったことがあるんですけど、その時以来なんですよね。でなかなかその新潟でセミナーとかもなかったので、で東京行ったらあるんですけど、なかなか行けるものでもないので、で行けなかったんです。でも昨今オンラインセミナーとかができたので、ありがたくもこうやって勉強することができます。でこうやって自分の理解を深めてですね、より、いい結果を患者さんだとかクライアントさんに残せるように頑張って勉強していきたいなと思っています。では頑張ります。じゃあね、また。はい、終わりました。終わりましたというか、終わった後仕事もしてそれも終わりました。今日が一日終わりましたというのは、まあ、昨日の話なんですけどね。姫トレ本当に深く勉強するとめちゃめちゃ面白いですね。で骨盤底筋って意外と大事なのはすごく知れ渡ってるんだけど、どうやってアプローチするのかってなかなか分かってなかったというか、その皆さん知らないんじゃないかなと思うんですよね。だから一回ちょっと試してほしいなと思いますね。で知り合いでそのワークショップとかされてる方も結構いるので、そこにちょっとお邪魔してまずやってみようかななんてちょっと思いました。で本当にその継続することによって、そのインナーマッスルがしっかり作動しやすくなって体が軽くなるとかすごく体験できると思うんですよね。まあ、これは本当全部継続で習慣化できると一番いい。アシスティックもそうだし、姫トレもそう。まあ、みんなそうなんですけど、トレーニングはみんなそうなんですけど、そういうところがきっちりできるといいかなと思いました。まあ、本当また僕も継続して頑張っていきたいと思います。はい、姫トレでした。それでは皆さんまたお会いしましょう。